曜 M 知事のレディオバー。皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は令和5年2023年7月2日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人の不思議レモンです。さあ7月スタートでね、まあ、ついに夏もやってくるというような季節になりますけども、今月も様々なお悩みを一刀両断していきたいと思いますが、まずは婚活パーティーということで、ただの婚活パーティーではないんですよね。普通でしたらね、数人程度なんですけども、その人数たるやというね、そちらのお悩み、そして、まあ自分が、まあその彼氏の友達を好きになってしまったというね、こちらのお悩み、今日はお送りしていきたいと思います。そしてサンデーナイトレモメンドのコーナーは、今日はビージーズということでね、まあ、そもそもは結構クラシックな、まあ、ポップというかそういう感じの雰囲気だったのが、突如、謎のディスコダンス裏声グループになったという僕はかなり好きなんですけども、今日はそっちの、まあ、言った裏声ダンスの、3曲をセレクトしております。ぜひチェックしてみてください。今日も深夜になりますけども、どうぞお付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議茶屋の提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM1 時のお悩み相談ということで、レギュラーコーナーでございます。それでは最初のお悩み行ってみたいと思います。お悩み解決掲示板より、40対40の婚活パーティーということでね、もうこの段階ですごいお悩みだなという感じもいたしますけども、行ってみましょう。昨日友達と一緒に40対40の婚活パーティーに来ました。結局男性は37人、女性は33人しか集まりませんでした。個室で男性が回っていくって感じです。5分ずつ話して、気に入った相手に LINE の ID を紙に書いて渡す感じです。友人は17人の人からもらって、自分は渡さなかったと言ってました。私は1枚ももらえませんでした。私は未婚で、向こうはバツイチ、子供なしなのに、もらっててびっくりしました。お互い33で同じ年です。もらえなかったと言って落ち込むことはないんでしょうか。1枚も連絡先もらえなくてショックですというね、こちらのお悩みなんですけども、不思議もアンサーですけども、まずそこを悩むより、40対40の婚活パーティーって何ですかというなかなか衝撃的な物語のスタートでですね、もうその後の悩みが全然こう頭がいかないというようなね感じもいたしますけども、なんかサッカーのリーグ戦でもね、できそうな数の人数でございますけども結局男性は37人、女性は33人しか集まりませんでしたって言ってね、結構集まってんじゃねえかって女性は33人も集まってんのかっていうね、感じもいたしますけども、まあ、まず僕は普段よく言っていますけども、こういうまあ婚活パーティーとかね、マッチングアプリとか、そこにろくなやつはいないというのは常に言っているわけなんですけども、そういうモテる男性、モテる女性、いい男性いい女性はですね、そういうところに登録しなくても自然と相手はできますから、そういうところにまず登録しないんですよね。つまり、まあ言っちゃ悪いですけども、まあ、2軍とか3軍のですね、人たちが集まってですね、必死でなんかこう取り合いをするというのは、なんか地獄絵図みたいな感じにしか見えないというか、個室で男性が回っていくというのもね、5分ずつ話して気に入った相手に LINE の ID を紙に書いて渡すという、なんかね、狼の本能みたいな、くるくる回って、みたいな感じもして、もうちょっとお金もらっても行きたくねえなというような感じもいたしますけども、まあまずですね、そのもらえなかったと言って落ち込むことはないんでしょうかということなんですけども、まあさっきも言いましたように、そういうパーティーに行くことがもう自分で、その私は2軍と言ったらですね、名札つけてですね、行くようなものですから、結局その恋愛とかそういうものっていうのは、まあみんな好みの世界なわけじゃないですか。じゃあ、例えばその一般的に自分のまあ顔とかそういうね、容姿みたいなものが受け入れなくても、まあ言ったらハマる相手がいるわけじゃないですか。じゃあその常にハマる相手をね、そのハマる相手のいる場所に自分が存在し続けることによってずっとモテ続けるわけじゃないですか。
だからなんかその、まあ、今ルッキズムとかいう問題があって、見た目がね、見た目でこう判断しちゃダメとか、いうことをまあ言ったりすると思うんですけども、僕的にはその見た目っていうのは基本的に好みの世界だから、あの誰かにはまりゃいいと思うんですよ。だからその世間一般的にはまらなくても、まあ、この顔がはまる場所に居続ける、まあ、さっきの狼じゃないですけども、カメレオンみたいなものになるかもしれませんけど、自分が生息する場所を、まあ、ある種決めるというか、うん、結局その生息する場所から離れるから、その一般的なところに行くから、まあ、一般受けするような人がモテるということになるわけじゃないですか。で、一般受けすることがいいのかって言ったら、一般受けするものっていうのは所詮薄いコンテンツになりますから、弱いんですよね。そういう弱いものを追いこう求めていると、結局自分は婚活パーティーに行く羽目になってしまうというか、うん、だからなんかそのなんていうのかな、自分の顔というものにもっと自信を持つというか、さっき言ったみたいにハマる人ってのは絶対いるから、そのハマる場所に自分が行かないといけないという、この40点40のところに行ってる場合じゃないんですよ要はモテやいいわけですから、みんなにチヤホヤされたらいいんですよ。幸せなハッピーな人生になるわけですよ。そう考えると、まあ整形したりとかですね、化粧を塗りたくるとか、変な美容のなんかどっか行ったりとか、そんなことをする必要なんか全くないわけじゃないですか。要は自分がどこにハマるかというところを自分でこう察知して、その場所に常に居続けるということが、僕は人生幸せになることなのかなと思うんですよね。ですからこの40対40の婚活パーティーはいる場所じゃないよね幸せになれる場所じゃないよね。そう思いますけどね。 CM の後、次のお悩みです。フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など、盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。フシギ音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス、チューファイン、月額1100円でフシギ音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギレモンライブスペース電脳フシレモショー、月額1100円でフシギレモンの新旧ライブ音源、動画がご覧になれるサイトです。詳しくはフシギ音楽レーベルサイトまで。フシギテレビジョン、フシギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。フシギテレビジョン、フシギテレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。フシギレモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜夜1時のレディオバー、今週はマスターフシギレモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜夜1時のお悩み相談。それでは次のお悩みです。彼氏の友達を好きになってしまったのですが、私は悪女なんですかね、というねお悩みでございますけども、フシギレモンアンサーですけども、あなたは悪女ですね誰なんだって話なんですけども、類は友を呼ぶと言いますから、彼氏さんとそのお友達というのはある種の、まあ、類似点というか、共通点があると思うんですよね。で、まあ、その共通点を伝っていった時に、まあ言ったらね、自分もそのお友達のことを気になる要素っていうのは絶対あるわけじゃないですか。で、その中で自分のその彼氏よりもですね、その友達の方がいい男だというふうに思うというのは、それはまあ結構当然なんじゃないかなと思うんですよね。ただその気持ちというか、その心模様というのは、僕は別に悪じゃないと思うんですよ。ただ悪女なんじゃ、自分のことを悪女ですかねと思う、その気持ちが悪女なんじゃないですかね。まあ、つまりなんかやましいことを考えてるんじゃないんですか、というふうに言いたくなるんですよ。つまり何かちょっとこう、変な関係になろうとか、そういうなんか、こうね、乱れた
こう心の模様があるから自分を悪女と思ってしまうんじゃないかな。さっき言ったみたいに普通に純粋に考えたら、自分が好きでお付き合いすることになった彼氏さんの友達を、いいと思うというのは別に変なわけじゃないじゃないですか。共通点から伝っていくとそういうね、で自分の彼氏より優しくて、自分の彼氏より、ね、男らしくて、自分の彼氏より、ね、人間的に素晴らしい、その友達ってなった時にその友達の方に惹かれてしまうというのは、僕はまあこれは仕方ないことであって、それで、その友達の方に、心が動いていってしまうというのは、うん、それは仕方ないんじゃないかな。問題はそれを悪女というふうに捉えるあなたの心が僕は悪女なんじゃないですかねと思ってしまうんですけどもね。単純に純粋に心の赴くままに行動すれば、そんなに僕はね、まあ言ったら悪の行動ってならないと思うんですよ。例えば不倫とかもね、そうだと思うんですけども、単純にその人のことが好きであれば、その人と一緒になればいいわけですよ。離婚でも何でもして、それをですね、何かイレギュラーな行動を取ろうとするから不倫みたいなねことになってしまう。こそこそ隠れてね、自分は悪い女だね、自分は悪い男だと言ってこそこそ隠れて行動して、イレギュラーな行動を取ろうとする誰なんだってまあもうシンプルに純粋に自分の心を解放してあげるというのが、僕は一番ね、純粋に物事が進むことなのかなと思っております。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日はビージーズということで、そもそもクラシカルな非常にね、60年代の匂いがするサウンドの、お三方だったわけなんですけども、まあ休憩というか、なんか活動休止みたいになるんですかね。で、復活したら突然裏声のダンス、グループみたいに変わって登場するということで、まあ映画の効果などもね、サタデーナイトフィーバーという映画の、効果もあってですね、まあ、非常にブレイクするということで、しかし当時はどういう反応だったんですかね。突如そのクラシカルな、ね、サウンドを奏でていた3人が裏声でですねダンスミュージックをするというのがものすごいギャップなんですけども、最近そのサタデーナイトフィーバーのジョン・トラボルタが、踊るシーンだけ切り抜いてですね、多分これは勝手に、非公式で上げてるんじゃなくて、公式の映画会社がそのシーンだけをですね、すごいハイクオリティで、上げている、こう動画がありましてですね、それがすごくかっこよくて、でバックに流れているのがこのナイトフィーバーという楽曲でございましてですね、ああやっぱいいなと思ったんですけども、3曲 Bee Gees セレクトしております。1曲目ナイトフィーバーということでね、うん、まあ、当時のディスコ、まあ、ブームを、まあ、牽引した、ね、このナンバーでございます。2曲目 Too Much Heaven ということで、まあ本当にダンスチューンもいいんですけども、こうしっとりと歌うような、うん、まあ多分その当時のディスコで、まあちょっとこうね、激しい、ディスコテイクがの後にちょっとこうしっとりとね、男性と女性がこう踊るような、まあ、ナンバーね、そういうのもあるわけなんですけども、その、雰囲気がした、ね、いいナンバーでございます。そして3曲目が Stayin' Alive ということで、これもナイトフィーバーと同じようなちょっとディスコティックな、ね、ナンバーでございますけども、3曲とも、非常にいいナンバーです。 Stayin' Alive はね、廃墟で親父3人がなんかすごいこう遊んでるみたいな感じでね、もう通報されるぞみたいなミュージックビデオがね、なかなか面白いんですけども、3曲しげも公式の方で、視聴力マスでチェックしてみてください。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。私の心いつでも抱きしめるのはいつからか。